このレッスンではアニメーションを映すカメラそのものをアニメーションさせてみたいと思います。まず今現在はこのムービーにはカメラが使われていません。どういう内容かと言いますと制御でプレビューを見てみます。ペンギンが上がって降りてくると。単純なアニメーションですね。ここにカメラを加えてみたいと思います。まずはカメラツールですね。コントロールとレイヤーが加わりました。 まず、スタートのカメラ位置なんですが、せっかくですから、ズームしましょう。そして、回転も少し加えます。あとはパンで位置を調整しますね。このあたりからスタートしたいと思います。そして、だんだんペンギンが上がっていって、全身が入ったあたりですね。この辺で一旦キーフレームを入れましょう。 キーフレームの挿入です。そうすると、ここまでは、ズームして回転した状態でカメラは固定になっています。さて、ここから切り替えましょう。まずは、カメラの回転角は水平に戻します。0と。そして、ズームアウトしましょう。ですから、いきなりズームアウトという感じですね。拡大していたものが、ズームインしていたものが、ズームアウトすると。 もうちょっとズームアウトできますかね。これぐらいにしときましょうか。そして、カメラをモーショントゥイン刺させることもできます。ですからここでモーショントゥインを作成して、最後はまたちょっとズームアップしましょう。全身が入るぐらいでもうちょっとですかね。 こんな感じで終わるようにということなんですけれどもそうすると途中で頭が突き抜けてしまいますねこの辺でしょうかねですからここでキーフレームを入れますキーフレームの挿入で全てですパンで位置を調整しましょう頭が突き抜かないぐらいこんなところですかねそうすると 一旦ズームアウトしたところからズームインしながらしかもカメラがパンしてますね。これで大丈夫でしょうかではアニメーションを確認しましょう。制御からプレビューです。だいぶせわしないアニメーションですけれども、最初の単純なものよりもカメラが入ることによって切り替わったりとかパンしたりズームしたりといった効果が加わって少し楽しい感じになりましたね。 このレッスンではカメラにアニメーション、モーショントゥインを使ってアニメーションの表現を高めるということについてご説明をしました。